まさか神ともあろうものが人間の小僧ごときを相手に逃げないだろうな。その資格をまずは示してもらおうか。これは三人が封印の守護者となって犠牲になった仲間を埋葬したって言っていた。どこに？ここだ。カデレ、アラネーム、アクヘレラジオ。曲がりなりにも百の英雄を相手にこれか。待て。三英傑のついでと思っていたが予想以上だった。さあウィルよ、彼らのように私と契約を結ぼう。さあ我が血を飲むがよい。そうすればお前は死と決別できる。賢者といいお前といい、本当に油断のならぬやつよ。僕は死んだのかな。お久しぶりです、灯火の神様。僕はあの三人の家族として生きて死にたいんです。家族くらい守りたいじゃないですか。命の重みしかと理解したな。はい。それでもなお死を受け入れる覚悟はあるか。はい。その思い確かに受け取った。ウィリアムよ、その覚悟を忘れぬ限り汝には資格がある。その生が終わり再び我が汝を導くまで、我は汝の守護者とならせいせい流転を司りし女神グレイスフィールよ、どうか僕と共に歩んでください。スチグマだと。あなたの剣として邪悪を打ち払い、あなたの手として嘆く者を救う、グレイスフィールの灯火にかけて殺せ。落ちたと。バースターレ。まずい、神殿だ、アクヘルレジオ。ダメだ、間に合わない。マリーは最初から許されていたのだ。彼女はマリーを憎んでなどいなかった。マーテルがくれたこの一瞬に灯火の神グレイスフィールよ、安息と導きを。導きを惑え。ワースト竹入れを。ブラッドの子、グリースフィールの首都ウィル、我が軍も憎らぬ限り、もはやお前に安息でやるはない。